はい、今回もやります。ファルコンマーク2、ナイト、マスター、ノーブースト、これで7回目ですね。いやー、厳しいところで押されて壁にぶつけられることが時々あって非常に厳しいですね。やめて。ファイアーボールだからまだ救いがあります。抜けるから。来ない。あぶな。よし。アップだ。勝った。今のキラヤもらったぜ。ああ、危なかった。なんとかできました。勢力最低なんで後半割とマークが来るんですね。そこが注意ですね。この後ですね、これですね。あとはここから最初のダッシュ前の間ですね。今回は大丈夫だったな。もうこれちょっと無理です。それあれは無理でしょ。無理でしょ。どうしようね。あっぶね。まったくもう弾いてでもダッシュプレートには乗りますよ。序盤から終盤にかけてまんべんなくダッシュプレートがあるので、ダッシュサーキットよりは難易度は低いですね。まあ特にやっぱり最後に加速できるっていうのは非常に大きいんですね。
怖い怖い怖い。え、抜かれた。あっ、ね、あ、怖っ。あ、怖っ。来てる。くそ。まあいいや。まだあとがある。ね。周回遅れは気合で加速しているなんてね。ダッシュには乗らせろ。うわ、怖すぎるでしょ。よし、大丈夫でした。次何回問い直すかな。ボディが弱いファルコにとってここはまさに地獄。ピットまで反対側にあって短いからな。おい、カーブ曲がりやすいのは、あとはダブルカーブ曲がりやすいのはいいんですけどね。そっちからなんかみんなぶつかってんじゃねえかお前。クレイジーホースはとりあえずぶつかってる。ちょっと JB のこの中途半端な位置取りが怖い。遅れにぶつけられたかと思った。やられた。ナイスキャリ、ナイスキャリ、よし。なんて速さだよおめえよ。ぶつかってはいるな。よっしゃー、ナイスだぜ今の。あいつがぶつかってくんなかったら俺が危なかった。くっ、なんてやつ。でもぶつかってはいるけどね。 JB ならカブで抜ける。うわっ、ぶね、無理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 。あっ、ぶね、これで一つターンでいます。なんてことをしちゃった。はあ、よく1位でいられてるわ。とんでもないミスをした。よし、いいぞ。あっぶねえ。助けて。助けた。ははは。ひどい走りだったけど、一発クリア。オツです。いやー、まさか忍ばずあんな内容でいけるとは思わなかった。いやー、ボンミスしすぎでしょう。あ、まあファイナルラップのこれに注意ですね。まあ抜き返すのは簡単なんで、ここは
問題はショトガの後だな。ショトガ自体はそんな、そんなギリギリじゃないんでね。ジャンプ力は結構あるんで、ファルコン軽めなんでね。まあ軽めというとマリカエイドでも軽めですけどね。間違えた。カバーできなかったか。でも、なんか1位だわ。ダメだなぁ。なんて操作してんの。あれ避けれたでしょ。どう考えても。いざという時になかなかなぁ。回避スキルがないんだよなぁ。まあ、過去動画でも追突が多いって言われてはいるんですけど。しょうがないね、まったくね。まあ、追突なしの動画、上げてほしいもんですけどね。さすがになぁ。全マシンでマスター4グランプリ全部追突ゼロっていうのは至難の業じゃないですかね。もうビギナーですら同じように周回遅れいますからね。どこがビギナーやねんって思うんですけど、まあ、確かにライバルキャラのライバルカーっていうかライバルマシンの何回言いますんだ、スピードは確かに遅いんですけど、非常に。このカーブも余裕で曲がれるんで、まあある程度周回遅れや嫌いがあったとしても、まあいくらか見極めていけばなんとかなる時が多いです。反動でピット、あー抜かれた。ほんと、スピードダウンが早すぎるからね、あれ自分、あの気がした。あ、抜かれてる。まあ、このカーブで何か、ぶねえ。危機一髪。怖すぎるし、今の。多分半分ぐらいに体力がいるんじゃないですか。もっといるかもしれないけど。あれはぶつかったらもう大ダメージが出ますよ。スピードめっちゃ減って。うそー、大丈夫、まだ1位だ。ここでマーク来ない、来た。やった、ナイト投資で取れた。まあスネークサーキットかなりやりましたけど、 B A ですけど、押したボタン。なんだろう、あんなに怖がっていたシノバズより、スタークファームセカンドサーキット、スネークサーキットの方がよっぽどリトライしてますよ。苦手なのかな。まあでもやっぱシノバズの救いといえば、地雷があることですね。あとは CPU も結構減速する、ミスりやすい。うん、確かに。うん、いやー、
シンメトリーと、てかほんとボンミスがひどかったなぁ。曲がりやすすぎると逆にダメなのかな。でもなぁ、やっぱシルバーサンダーでもきつかったかなぁ。やっぱ自分はザースティングレイが一番好きですね。まあ大体の人ザースティングレイが一番好きなんじゃないかと思いますけど。まあタイムアタックガチリアだったらバーミリオンファイティングコメントはないですけどね。よし。では、ビショップも頑張って制覇したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。